はい、今回はですね、丸川寝坊大臣がですね、遅刻をされたそうで、閣議がですね、遅れて開催されたようですので、紹介したいと思います。それではですね、今回は FNN プライムオンラインの記事を紹介します。丸川五輪担当相が7月30日午前の閣議に遅刻した。これについて加藤官房長官は、閣議に遅れることはあってはならないと丸川遅刻大臣を注意したことを明らかにした。丸川遅刻大臣は午前10時から首相官邸で行われた閣議に5分程度遅刻、これ7分と言われてますね、小走りで官邸に現れた。丸川寝坊大臣はこの後記者会見で遅刻した理由について、高速道路の入り口が五輪対応で封鎖され都内も渋滞していたためと釈明した。これについて加藤官房長官は、閣議に遅れることはあってはならないと丸川遅刻大臣を注意したことを明らかにしたということでですね、まあ、午前10時の会議に遅刻するって、これどれだけ寝てたんですかね、もしくは夜更かししすぎたんですかね。そんな夜遅くまでする仕事なんて丸川寝坊大臣にはないと思うんですけども、まあ良かったですよね、高速道路が使えないっていう言い訳が使えるタイミングで。まあ良かったですね、本当にタイミングが。こんな言い訳ですね、早く家を出てれば済む話ですし、都合よくですね、使わないでほしいですけどね。他の人たちはですね、間に合ってるわけですから、まあ五輪で封鎖されてるとかって言ってますけど、丸川寝坊大臣がきちんと五輪の仕事を自分が積極的に関与してればですね、どこが封鎖されるかなんてですね、分かってるはずじゃないですか、仕事してるから。この人仕事してないからそういうところも知らないんでしょうね。丸川大臣だけ間に合わないのは明らかにご自身に問題があったんじゃないかなと思いますけどね。まあ、責任感、緊張感がですね、なさすぎるんじゃないですかね。まあ、仕事してる姿からも責任感がないのはよーくわかりますからね。はい。で、今回ですね、遅刻した理由を道路のせいにしているんですけども、これ寝坊じゃないかなというふうに個人的には思っています。こちらがですね、丸川寝坊大臣の当日の様子です。これ眉毛を見ていただくとよーくわかるんですけども、これ化粧ができてないんですよね。これアップしたのがこっちですね。化粧できてないんですよ。まあ、目元もですね、ちょっと化粧できてないんじゃないかなというふうに見えますよね。例えばですね、眉毛だと普段もっと濃い眉毛してるんですよね。多分化粧できてなかったんでこういう薄い眉毛になってるんじゃないかなと。で、これだからまあ明らかに寝坊ですよね。道路が混んでたから化粧する時間がなかったんでしょうかね。違いますよね。寝坊したから化粧する時間なかったんですよね。これすぐバレる嘘をついちゃいけないんじゃないですかね。で、この後ですね、記者会見に応じてるんですけども、その時はですね、きちんとお化粧をですね、整えられておりましたよ。はい。で、念のためですね、普段の写真と見比べてみますと、これ全然違うんですよね。これ眉毛、先ほどもお伝えしましたけども、すごい濃い、きちんとされた眉毛してるんですよね。まあ、ただ先ほどの写真ですね、お見せした写真。眉毛がもうないですと。眉毛カットだけじゃなくて、給与カットもした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、7分みんなの時間奪ってるわけですよね。参加者何人いたんですかね。これ1人7分だと大した時間じゃないというふうに感じる方ですね、多くいらっしゃるかもしれません。丸川寝坊大臣もたった7分と思ってるかもしれませんけども、参加者全員合わせるとですね、すごい時間になるじゃないですか。そういう自覚ってですね、この寝坊大臣にあったんでしょうか。はい。で、丸川寝坊大臣はですね、7月21日にこの寝坊の話だけじゃなくてですね、東京五輪の女子ソフトボールの会場に訪れているんですけども、そこではですね、福島県民から大賓縮を買っていたようですので、こちらのニュースもですね、一緒に紹介したいと思います。こちらはですね、女性自身の記事を紹介しますと、丸川五輪賞は始球式後無観客のスタンドに移動、真夏の炎天下には似つかわしくないスーツ姿の SP が4人配置され、丸川五輪賞の警備に当たっていたという。スタンドにいたのは報道陣、運営関係者、スポンサー関係者ら約100人、球場周辺も制服姿の警官が多数配置されており、観客が誰もいないのにこんなに SP いるの?と VIP 待遇をいぶかる関係者も多かったです。復興中の福島で丸川五輪賞のド派手な赤のシャツは遠目に見ても浮いていました。さすが上級国民だなと地元の関係者がおっしゃっていましたと。関係者からの求めとはいえ、場所を変えながら何度も記念写真に笑顔で応じていました。試合終了を待たずに上機嫌で球場を離れていきました。まあ、こちらも地元の方が言ってましたと。地元民から賓縮を買った丸川五輪賞、
彼女にとって五輪の主役は選手ではなく自分なのだろうというのでですね、まあ自分はアイドル、自分は特別、上級国民とでもですね、まあ思ってるんでしょうね。あくまで中心、メインはですね、ソフトボールの選手たちであって、丸川寝坊大臣じゃないですからね、今回。選手より、なんで丸川寝坊大臣の方が目立つ格好をしてるんだと。まあこうやってですね、出しゃばるから福島県の地元の方々にもですね、嫌われてしまうんじゃないですかね。はい。皆さんはですね、今回の丸川寝坊大臣の事件についてどのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でどしどしコメントいただけると嬉しいです。それからですね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もお願いします。今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。